こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日は、暑い時にぴったりのゴム一本でできるアレンジを紹介していきたいと思います。はい、寝起きのまますぐにもできるアレンジにもなりますし、外出先でも、もうゴム一本でパパッとまとめれるアレンジになっています。そうですね、そうですね。まだ今からやるんですけど、まあ暑かったりとかしてちょっと汗かいて、結構こうこの辺とか濡れてきたりとか、なんか広がってきたりとかした時に、パパッとできるアレンジになるので、なんか崩れやすい方に結構おすすめです。で、あと巻かなくても正直いけそうやな、はい。で、その代わりなんかオイルだったりとかをちょっとパパッとつけてあげる方が髪の毛は綺麗に見えるかなと思いますので、本当に簡単にできるアレンジですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。寝癖の状態から始めていきます。ヘアオイルを使います。4滴出します。オイルを髪の毛全体になじませます。あればブラシで溶かしていきます。なければクシとかでも OK です。片側の耳後ろのこの辺りで分けます。多く取った方の髪の毛を真ん中に持ってきて、耳ラインの位置でまとめます。少ない方の髪の毛を持ち、頭を少し傾けて後ろに向かってねじっていきます。頭を少し上に向くことによって、ここが分かりにくくなります。ねじった髪の毛を真ん中の髪の毛に巻きつけていきます。手先を下にしてゴムで結んでいきます。ゴムをギュッときつくします。トップの部分とねじったゴムのあたりをほぐしていきます。全体的にきれいにまとまっていたら完成です。こんな感じで仕上がりました。はい、はい、今日のポイントは、髪の毛を片方ねじるんですけど、その時にちょっと頭を上に向けてくるくるねじってあげると、分かれづらいので、パックリするこの割れ目が出づらいので、ちょっとだけ上に向くっていうのがポイントです。あと、アレンジする時にこうブロッキング、きれいにこう髪の毛を分け取ってアレンジするのがポイントなんですね。で、それを結構曖昧にやっちゃうと、あの形が変になったりとか、バランスがおかしくなっちゃったりとかするので、今回はだいたいこう三つ襟の部分で分け取ってて、でそのままそれをこう巻きつけてやるのをやった感じにしたんですけど、そうすることによって分け目もまあ分かれるんですけど、その位置でちょっと分かれづらい位置で、あとこう2つこう巻きつけた時のこう髪の毛の量感だったりとか、束感も綺麗に出る、量感になるかなと思いますので、だいたいまあその位置ぐらいでやるとかなり、バランスの取れたおしゃれなアレンジになるかなと思いますので、ちょっと難しいかもしれないですけど、よかったら参考にしてみてください。難しかったね、この説明で。いや、大丈夫なはずです。はい。はい、では、また次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。